主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら私だってお兄ちゃんを抱きしめてた。少しお話ししよっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会ってめったにないもんね。兄、さっきの戦い本当に大変だったんだ。あ、ラインとの戦闘のことね。まさか私に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の私でも末光の剣にはかなわなかったはず。そうだね。運命の食器。実は、その機能を完全に活かす方法は、今も見つけられてないの。でも、まだ時間はある。天理が、目覚める。までね。500年前にカーンルイヤで災厄が起きてから、天理は眠りにつき、消息を絶った。少し前に、水神が自分のカムクラを壊したのを、お兄ちゃんも見たでしょ。規則をああもないがしろにしても、天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。でもいつか必ず、天理が目覚める日は訪れる。今の私たちは、そのきっかけも理由も、うん。まあ、ほら。カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今私たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったでしょ。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界にはいなくなった後でも誰かの心を癒せる人がいる。でもそんな彼の存在する権利を誰が奪った？もちろんこれはほんの一例に過ぎない。私が天理に抱いてる感情は言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。お兄ちゃん、この世界じゃそういう風に俺を呼ぶのは蛍だけだよ。本当は蛍に聞きたいことがたくさんあったんだけど、今はいい。だってわからないんだ。あることだけがどうしてもずっとわからない。なんで一緒に旅を続けてくれないの？旅の終点で、果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてる？ずっと昔。私たちが一緒に他の星々を旅してた時、お兄ちゃんはこう言った。宇宙のどこかで、あの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所には、
その花の海が目の前に広がってたの。これってただの偶然だと思う？それって、私だってずっと思ってたんだよ、お兄ちゃん。でも戦争が終わって、あの最後の答えを手に入れるまでは自分とどう向き合ったらいいかわからないの。ましてやお兄ちゃんのこととなると、なおさらね。空間が、一体何が？主がいなくなったからもうここ維持できないんだと思う。実はこの空間はお互いに触れられないだけじゃないの。カリベルキが消えた瞬間からここで起きたことは誰の記憶にも残らない。すべてあるべきじゃなかった。私たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く出てくれなかったの？どうやらオイラたち昨日村の近くで眠ってたみたいなんだ。どんなに呼んでも起きないから村まで運んでくれたんだってさ。あ、それとさっきダインが来てたぞ。怪我をしてるみたいだったけど、お前の無事を確認した後何か考え込みながらここを離れてたぜ。大丈夫かなあいつ。あれ、そういえばそいつがオイラたちの探してた失踪者だったのか。その後どん…え？で、その後は他にも何かあったのか。おい、ここにいたのか。バハローム？外から戻ってきたみたいだ。いいこと？ああ、まあ、いい。昨日のこと、それで失踪者を探していたところ、急に思い出したっていうやつがいてな。話を聞くと、ある日の夕暮れ時に村の外にあるそいつは一人で居眠りしてたらしい。しばらくすると、両親らしき人がやってきて、彼を起こして連れて行ったそうだ。家族その話を聞いて、次第にみんなも思い出したんだよ。まっ、たく、どうしてこんな大事なことを忘れてたんだろうな。ああ、そうそう、失踪した若者の名前も思い出したんだ。カリベルトっていう青年でね、変わった名前だろ。もっと早く思い出、この先の。どうやらみんな、カリベルト、そういえば村には…私も捜索チームに、はあ、こんなに大切な思い出なのに、なんで忘れ、確かにそう、人生はあの人に出会えたことを、私って、じゃなきゃ、どうしてか、
別にカリベルトさんがいつも言ってたい。ここ数日これで、あ、そっ